小じいさん、コウモリありがとうございます。コスモライトさん、花束ありがとうございます。やっちょさん、わらありがとうございます。コジーさん、だるまとハートありがとうございます。日高浩二さん、コウモリありがとうございます。あ、お化けもありがとうございます。おはようございます。おはよう。あ、シオンチャレンジ見てて、ダミもいてましたよ。今ずっと見てました。そう、アミもね、10時からと夜の5時、17時からね出るので、皆さんよかったら見てください。おはよう。そう、なんかね、呼んでもらえてめっちゃ嬉しいんですよ。そう、何をするかは楽しみにってことで、アミもねまだ何をするかは分かんなくって、そのはっきりと楽しみにしてます。あ、しじまるさん、だるまありがとうございます。だるま全食かな、ありがとうございます。ピロピロさん、ハートありがとうございます。ひるゆきさん、何これ、なんかダイヤモンドみたいなやつが刺さってる、ありがとうございます。SIC さん、バラありがとうございます。鉄眼鏡さん、ペンライトありがとうございます。デイビッドさん、お化けありがとうございます。ナチュラルさん、お菓子ありがとうございます。チョウケチさん、コウモリありがとうございます。ケイトちゃん、ハートが3つのやつありがとうございます。コスモライトさん、ダルマありがとうございます。ナチュラルさん、ハートありがとうございます。マフミさん、タコさん、ありがとうございます。アミちゃん、おはようグルト、おはようグルト、おはようグルト。今日の髪型も可愛い、ありがとうございます。今日はね、巻いたんです。巻いたポニーテールで、最近ね、これにハマってます。なんか、なんか髪の毛がちょっと邪魔だなって時に、ポニーテールした時にさ、巻いてると可愛いじゃないですか。だからハマりました。多分缶オケやなんて、缶オケ何それ。あれか、ドラキュラが寝てるやつか。なるほどね。おはようございます。まふみさん、だるまありがとうございます。ベリマヨさん、コウモリとハートありがとうございます。りょうじさん、コウモリありがとうございます。ヨッシーさん、コウモリありがとうございます。毎度邪魔すんで、邪魔すんなら帰って。そう、あ、マカロンの写真ありがとうねって。そう、昨日ね、夏休みぐらいからずっと作りたかったマカロンを作ったんですよ、お家で。なんですけど、失敗しました。はい、なんか失敗の原因も分かってて、なんかね、もう生地ができた途端に、絞るんですね、丸く好きな形に絞るんですけど、その時になんかね、アミ、何やっけ、なんかもう楽しみすぎて、マカロンってね、ちょっとだけその常温で乾燥しないといけないんですよ。なのに楽しみすぎて、ちょっとすぐに焼いちゃったんですよ。そしたら、出来上がりがね、もうすごいことになってて、まあでも出来上がりはね、まあまあ美味しかったんですよ。ほんで、なんだっけ、マカロナッシュ、なんだっけ、なんだっけ、マッシュッカ、なんだっけ、なんかそういうのがあるんですよ、マカロンの間に挟むやつ。あれはむっちゃうまく作れたんですね。そう、なんだっけ、忘れた。そう、あるんですけど、それはむっちゃうまく作れたんですけどね、マカロンがちょっと、まあうまくできて挟むやん。ほんで、今回そのピンクのね、色を入れてて、おぱんちゅうさぎっぽくしようと思ったんですよ。だから目を描こうと思ったんですけど、やっぱちっちゃいマカロンの中にさ、なんか目うるうるしたやつ描くのは難しくて、
もうね、書いたらすごいことになってました。それを昨日メールで送ってるのでね、まだメール見てない方は見てください。お願いします。鉄メガネさん、コウモリありがとうございます。ハスキーさん、コウモリありがとうございます。そう、見てください。だから本当にね、なんかもうちょっとうまくできるはずだったんですけどね。まあまだ作ります、材料はあるので。そう、ほんで宇宙人っていうね、変身とか来ててめっちゃ面白かったです。新メディアの中に笑っちゃいましたですよね、めっちゃ頑張って作ったんですよ。でもまあちょっとね、まあでもいろいろ反省点あったので、そのもうちょっと乾かすのと、生地を薄くしすぎてなんかせんべいみたいな感じになっちゃったんで、もうちょっと分厚く焼きますこれからは。おはよう、昨日は寝て見れんかったから今日は幸せだって。リカちゃん、ありがとうございます。ほんじゃかの YouTube を見ながらみたいなショールームなんて、ありがとうございます。ナミも10時からと17時から出るので、皆さんよかったら見てください。 YouTube でやってるので。リカちゃん、ハートありがとうございます。ルームスについてる写真ありがとうね。そう、あげました。ルームスもちょっと、ルームスは通知とか来ないのでね、ちょっと今言っておきます、よかったら見てください。うん、そう、リカちゃん、コウモリありがとうございます。あ、ガナッシュ、それそれそれ、ガナッシュ、ガナッシュです。ガナッシュはね、だいたいなんだっけ、ミルクチョコレートと、なんだっけ、あと生クリームを混ぜて作るんですけど、昨日は牛乳とミルクチョコレートを混ぜて作りました、ガナッシュ。マカロンって膨らませるの難しいから何回も作らない、成功しないもんね。そうです、この前初めて作った時はむっちゃうまく焼けたのに、もうバリバリなんかひび割れがすごいみたいな感じで、今回はひび割れはそんなしてなかったんですけどしてなかったんですけど、生地が薄すぎてもうやばいことになってましたね。昨日ゆうみさんの舞台見てきたよ。フェアリー先生素敵だったね。そうですよね、やっぱり。てっちゃん、だるまありがとうございます。ハートありがとうございます。進化したね。ね、でもね、もうその一回ひび割れもしてるし、薄すぎるってのも失敗したので、次こそはね、うまくいくように願ってます。見て、やばい、涙、あくびをしすぎて涙が出てます。ナオトさん、ハートありがとうございます。てっちゃん、ハートが3つのやつありがとうございます。おはようございます。おはようございます。なんかね、昨日は本当に1日ずっとゆっくりしてたので、なんかね、日曜日の気分だったんですよ。ほんで今日もね、今日が日曜日なんですけど、今日日曜日なんですけど、昨日が日曜日の感覚やったから、なんか一日得してる気分ですよね。そう、失敗したやつでもいいから食べてて。ありがとうございます。それなら全然食べてください。マカロン作る配信機を、あー、やってみたい、またやりたいですね。けどね、マカロンをね、オーブンとか使うのでね、今日もルームス配信あるので、今日はちょっとできないかもしれないですね。ヨシミに会いに行ってたね。そうなんです、昨日ね、ヨシミに少しなんですけど会ってきました。ひろゆきさん、お菓子ありがとうございます。おはよう。
昨日は電車に8時間乗ってたわって、すごい8時間すごいですね。ね、かわいい。なんかまだ寝てそうですよね。確かに。おはようございます。休憩体験で何するのか楽しみね。何するんやろね。何する、わかんないですね。わかんないですね。さあ何をするのか楽しみにしてます。アミもレジン配信も楽しかったな。ね、やりましたね。結構なんか懐かしく感じますね。こうやって毎日配信してるとなんか時間過ぎるの早く感じます。だってもう70何日かなんですよね、今。やばいですよね。やばいですよね。早い、むっちゃ最近、一日一日が。なんか休みの日ってさ、なんか普通の平日に比べると、早く感じないですか、一日終わるの。もうめっちゃ時間にせかされてる感じするんですけど。休憩生全員バンジージャンプやろうやって、楽しそう。え、バンジージャンプってさ、海に落ちるやつ、池やったっけ、川、池か川かに落ちるやつですよね、確か。空飛ぶやつ。怖、あれは嫌です。なんかさ切れちゃいそうやん、紐が。だからね、ちょっと嫌だ。休憩生対決勝利できますようにね。どんなんやるんかも分かんないのでちょっと楽しみです。本当に休みの日は時間が倍速くらいに感じるね。なんか逆にしてほしいですよね。休みの日の方がゆっくり進んでほしいけど、いろんなところに落ちるでって、やだな。でもなんか、皆さんバンジージャンプして100万円もらえるってなったらやりますか？アミ絶対やりたくない。やりたくないです。でもね、その紐がどんだけ強いか確かめてからですよね。アミは3本ぐらい紐つけてくれるならやります。アミはやるわって。しません。やっぱり分かりますよね、これは。高いところ好きっていうか苦手じゃなかったらやる方多いんじゃないですか、多分。子供ミュージアムも相当気になってるね。アミもめっちゃ気になってる。楽しみです。だから皆さん絶対見てください。バンジーやったことあります？え、すごい。バンジー、いつやるんですか？どういう時にやるんですか、バンジージャンプって？なんか旅行行った時とかかな。なぎちゃんバンジー秒で飛んでる、すごいです。でもなんかバンジージャンプ飛んだことあるってかっこいいですよね。なんかこういうバンジージャンプの話の時に、え、飛んだことあるでみたいになったら、へーってなりますよね。全然平気やからやるわって、バンジージャンプなら大丈夫って、すごっ。1万やったら嫌やけど、100万円で、あ、じゃあその半分だったらどうしますか？50万。やりますか？ナミはやらないです。この間の公園最前真ん中で渚大根の時は見たの、白目バッチリ見たでって。ああ、そんなに面白いギャグのところね、最近ギャグを白目してるんですよ。そうだから皆さん見てください。 YNN でいや生きてもリタイアするがね、あ、します、はい。でもなんか YNN のバンジージャンプでちょっと怖いですよね。日も弱そうやからちょっと怖い。でもアミだけじゃなくて、キュウキみんなとか何人かとしても、その一人でじゃなかったらやります。はい、
やりますよ。はい、じゃあね、15分だったのでちょっとそろそろ終わりたいと思います。今日はちょっと短めですみません。はい、1位はひろゆきさん。お化け描けますか、このベーしてるやつ。うん、81日多めだった、ありがとうございます。皆さんいつもありがとう。はい、あ、それで OK です。じゃあこのね、お化け描きます。はい、描きます。可愛いですね、この子。これどこから描いたらいいですか。これ目がな、目ですかね。目から描きます。ちなみは、待ってね、目が描けた。次はまつ毛、口。はい、じゃあ描きます。あら、やばい、ちょっと待って、体がやばい。ちょっと待ってくださいね。できた。はい、あとはなんかほっぺがね、ハートになってるんで。できた。チャチャラーン、チャラン。おはようございます。できた。ちょっとここがまあ可愛いですよね。はい、チーズ、カシャ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 、ありがとうございます。はい、じゃあ順位ランキング読みます。13位ヨッシーさん、ありがとうございます。12位てっちゃん、ありがとうございます。11位りょうじさん、ありがとうございます。10位ビロビロさん、ありがとうございます。9位ベリマヤさん、ありがとうございます。8位ナチュラルさん、ありがとうございます。7位コジさん、ありがとうございます。6位シジマールさん、ありがとうございます。5位デイビッドさん、ありがとうございます。4位日高浩二さん、ありがとうございます。3位コスモライドさん、ありがとうございます。2位鉄メガネさん、ありがとうございます。1位はドク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 ドルルルルドルルン、ひろゆきさんでした。ありがとうございました。はい、皆さん今日もね、日曜日やのに朝からありがとうございました。この後10時からと17時からハミはシオンチャンネルさんの、じゃあシオンチャレンジに出させていただくので、よかったら皆さん見てください。はい、では終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。また明日お会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。